ゆきです。聞くまが第335回、今週もこのお時間やってまいりました、はい、早川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそう早川さん、はい、知ってました？もう、はい、あと2ヶ月で今年も終わり。そうきたか。早いね。早いね。もうだんだん切なくなってきちゃって、はい、それでね、はい、あのいつもこの時期に私、はい、悩むのが、早川さんって手帳を使う派ですか？デジタルで使う。昔はこのノートブックみたいな、ね、うん、あの鉛筆とかボールペンで書いたりするような手帳って、うん、この時期ぐらいに買いに行きませんでした？買いに行ったね。でなんだかその新年、うん、こんな気持ちで迎えたいみたいな、うん、そういうあのスケジュール帳を購入してたじゃないですか、うん、ふと気づいたら私もここ数年買ってないんですよ、ね、あ、そうなの？どうやって管理してんの？ iPhone スケジュール。あ、これさ、はい、意外なんだけど俺のイメージね、はい、イメージでは、うん、あと身の回りの感じだと男は結構やっぱデジタルしてるけど、女性はやっぱり それ自体もなんかイベントか分かんないけど楽しいのかなっていう感じで、うん、現物の手帳を結構使ってるイメージがあるんですけど、はい、ゆきちゃんのデジタル、やっぱり最初は綺麗に描きたいとか ね、こう色分けしたいとか、プライベートはなんかピンクとか、うん、なんかそういうこだわりを持ってやってるんですけど、これがね1年を通じて続かないんですよ私。そうだよね、うん、そうだよねってどういうこと？俺も続かないから。ゆきちゃんがそうだよねって意味じゃないよ、うん、そうなの、うん、だからもうね、ある時を境に手帳を買いに行く、手帳コーナーに立ち寄らなくなった自分に気づいたんですよ。あ、じゃあそれはやっぱりあれか、女子的にどうこうとかっていうことよりも世の中デジタルっていうよりも、うん、ゆきちゃんがそういう感じなんだね。そうなんですよね。周りはどう？周りはでもやっぱ使ってる方も多いですよね、うんうん、一目でこうパッて見れるところとかは ね、いいんですけどね、うん、そうかそうだもん、ね、でも俺もあれだよ、だからその、まあ、ある意味同じにされたくないかもしれないけど、うん、なんか書いてもさ、はい、なんか字も汚いしさ、なんか予定もすごい変わるじゃん。だからもうやっぱりこの仕事してからもう変更簡単にできるからさ、 Google カレンダーとか、はい、なんかそれで変わった。ただなんか今それ久々に聞いて、昔確かに楽しかったなみたいな、ね、なんかそこがないのはちょっと寂しいなと。そうなの。なのでちょっとあと2月で今年も終わるななんて時に、そんなことをしみじみと思ってしまった次第なんです、うんうん。まあ、ただね、その予定をね、来年の立てるっていうのはアナログでもデジタルでもできると思うので、なんかそのキラキラ夢を輝かせながらやるのは楽しいかなと思ってますね。上手にオープニング締めていただいて、はい、ありがとうございます。さあ皆様、本編の方もお付き合いください。続いては今月の菊間がインタビューです。さあ今月は森保一さんにインタビューをされてきたわけなんですけど、今週が最終回ですね、はい、そうですね、森保監督の森保さんの、まあその人間としての深さとか、まあ、広さっていうのはこれまでも伝えたと思うんだけど、はい、なんかね本当に、まあ、個人的にどうしてもサッカー好きだから思い入れ入っちゃうんだけど、うん、やっぱりさ、その2年で2回優勝してて、それだけのなんだ、この間もスタジアムを見に行くとかさ、そういう幅広い なんかその器がでかいからさ、はい、やっぱり個人的にもあったから好きになっちゃったっていうのもあるんだけど、よりなんか将来やっぱりその日本代表の監督になってほしいなみたいなのを感じつつ、で、まあ、それをますます思わせたのが、うんうん、インタビューやっぱさ、最初に話したシーズン中だからさ、めちゃめちゃ忙しい中受けてるんだよ、で実はその、取材する前々日ぐらい台風があって、その試合も順延になったりしてて、だからもうシーズン中でスケジュールもいろいろ変わってるからさ、ある意味すごいピリピリした中で、時間もない中で、彼はギリギリで受けてくれたのね、その時間もだからすごい短かったんだけど、インタビューの時でもその後にちょっとその、候補の人を通してなんだけど、後から、本人がなんかすごい申し訳なかったと、でシーズン終わった後であればまたもう一回時間取るけどって言ってくれて、もちろん今回で十分だったし、まあ、もう一回お会いはしたいんだけど、
だからすごいなんか真摯な人だなと思って、ね、すごい気遣いされる方なんですね。そうそう、だからまあそんなやっぱり方だから、そのつまり人がついてくんだろうなっていうのをすごく、感じました。さあそれでは森保一さんとのインタビュー最終回お聞きください。これだけはしなかったこと、しないできたことってあります？してきたじゃなくて。これだけはしなかったこと、まあ、何か自分で大事にされて心情でもいいですけど。心情、できるだけ人は裏切らないように、うん、はい、しようとは思ってました、まあ、嘘ついて、まあ、人を裏切るとかっていうことを、まあ、陥れるとかなんか、まあ、そういうことだけはやらないようにしようかなとは思ってましたけど、ただ自分はそう思ってても、まあ、相手が受け取り方次第で、まあ、そこはね、はあ、まあ、傷つけて、人を傷つけてしまったりとかっていうことは あるかもしれないですけど、まあ、そこは、まあ、考えてきたような、はい、気はしますけど。当然お目にかかるの初めなんですけど、全く、まあ、多分よく言われるでしょうけど、その いい意味ですけど、イメージ通りというか、はい、裏表が全くなく、その選手の時からのなんか持ってるイメージと変わんないなっていうふうに思うんですけど、なんでですかねって本人、ご本人に聞くのもあれですけど。いや、裏はあるとは思うんですけど多少は、まあ、まあ見えないところで、はいはい、見えないところで別に悪いことやってるっていう意味ではこうカットされるかもしれません、これ。ああ、悪いことやってるっていう意味ではないですけど、うん、まあその、まあ、本当に自分が、ちゃんとした、うん、人間かどうかっていうのは、まあ、自分自身が決めることでもないですし、うんうんはい、なんかいろんな僕も計算とか打算は多分あると思うので、はい、あ、そうですか、はい、まあ、そこはどうなんですかね、うんうん、まあ、でも、まあ、本当こう人をこう傷つけたりとか、うん、っていうことはできるだけしないように、うんはいまあ、しようと思ってますけど、うん、そっか、すみません、これ個人的に聞きたかったことなんですけど、はいはい、僕の記憶が間違ってたら申し訳ないんですけど、ちょうどドーハの悲劇の21年前の時に、はい、ロスタイムの後に、はいまあ、ああいう経験見てる方も初めてだったんで、はい、あの瞬間にもう終わったなと思ったんですけど、若干時間あったじゃないですか、はいはいはい、で確か森保さんがなんかすぐその始めるというか、はい、なんかやった感じがするんですけど、はい、その記憶って間違ってないですかね。なんかすぐプレーを再開しようとしたみたい なんかみんながもう倒れてる中。いや全然覚えてないです。覚えてないですか？全く覚えてないです。でも本当こうドーハのうんまあ、悲劇と言われる、うん、あのイラク戦の試合で覚えてるのは、はいまあ、最後の記憶は同点ゴールに、うん、されたコーナーキックで、はい、自分の頭の上をボールが越えていって、うん、本当スローモーションのごとく相手がヘディングして、はいゴールに吸い込まれるっていうシーンしか出てこないですね、うん、その後のシーンが全く出てこないです。あ、そうなんですか。はい、でその後こういろいろ多分そのグラウンドの中でも、うん、まだ時間があったと思いますしロッカーでも時間があったと思います、うん、で帰りのスタジアムからホテルまでの時間もあったと思いますけど、うん、全く記憶がないですね。なんかパッとこう思い出せるのは、うん、ホテルに帰ってベランダで泣いてる自分みたいな、うんはいはい、そんな感じですね、うん、そっか。いや僕実はその記憶を裏付けるようにちょっといつ実はいろいろ調べたんですけど、はいはいはい、森保さんかつて多分それもかなり前なんですけどやっぱインタビュー受けた時に、うん、やっぱそのなんか一番最初に動き出して、うん、そのプレーを再開しようとしてたみたいで、うん、それも覚えてない。いや今覚えてないですね本当に、まあ、それはちょっと、はい、僕はちょっとあれ地方が入ってる。いやまだまだじゃないですかそうか。いやだからなんかそういうものをなんか持ってたのかなと思うんですけど、でもやっぱりロスタイムでああいうのっていうのはそれまでってあんまり経験したことなかったですか？ありました？いやそれ以前、まあ、いやあれは本当に、うんまあ、それこそ夢がかかってましたし、うん、本当にこう夢をこう掴みかけてたものが本当に、うん、もう最後の最後で、はい、スリッとこう、うん、自分の手のひらからこぼれていってしまったっていう、うんはいはあ、っていう思いだったので、うん、まああれも
同じこう思いになることはないなっていうのは、まあで今こういろんなことに自分がこう強くこう試練とか困難とかに立ち向かっていけるっていうか、まああのそういう姿勢はドーハの時にまあこれ以上自分がサッカーをやっていく上で悲しい出来事に出会うことはもうないだろうって、うん、あっていうふうに経験で思えたんで、うんまあ、そこからはこういろんなことに対しても、うんまあ、そういうこう耐えるとか立ち向かっていくこう気持ちは、うんまあ、本当に辛い経験でしたけど、うん、まあいい意味で自分を強くしてもらえる、うん、経験だったと思いますけどね。まあ、あれがあったからってやっぱ思える、ねはいうん、やっぱり今、まあ、僕もちっちゃいながら会社をやっていて、はいまあ、組織っていう意味でチームで、はいいろんなスタッフメンバーいたりとか、はいはい、これからまあいろんな形でそういうふうに会社じゃなくても今小さい形で起業する人って僕の周りでいっぱい増えてるんですけど、はい、そういう中でいずれにしても人は一人だと生きていけない中で、はいはい、何らかの形でチームになった時に、はいやっぱり結果を出す、まあ、何をもってして結果っていうかっていうところもありますけど、はいまあ、みんなが望んで社会も望むというかそういう意味での結果を残すために一番大事なことっていうのは何だと思いますか。まあそのチームの役割の中に、うん、まずはチームの役割を全うするチームで与えられた役割を全うする中にやっぱそれぞれの個性を発揮するっていう、うんはあ、やっぱその一つにまとまるっていうこと、うん、で、まあ、それぞれの、まあ、長所短所もあると思いますけど、まあ、それぞれにいいところを、うん、出し合ってそのチームの輪をさらに強固にするっていうか、うんはあ、っていうところは必要かなと思いますね、うんはあそこがねそれこそ一言じゃ語れないでしょうけど、うん、その中で、まあ、やっぱり誰かある意味監督的なね、はい、やっぱり誰か引っ張る人って必要だと思うんですけど、はいまあ、まさに今その立場だと思うんですけどなんかすごい心がけてることっていうのは何かありますかね。まあそうですねまずは我々プロの世界はプロとして何で勝負するかってどういうことで勝負するかって、うん個人の部分で考えたら、はい、やっぱ個々が持ってるスペシャルな部分で勝負しないといけない世界だと思うんですね、うんはいはい、なので、まあ、その選手の持ってるストロングポイントを、はいはい、スペシャルな部分をまずは伸ばして、うん上げる認めてあげるっていうところを、はい見てあげて、うん、でもやっぱ短所ウィークポイントも改善してあげないといけない、うんまあ、そのウィークポイントについてはプロとして、まあ、攻撃と守備と選手としたらやらなければいけない部分で、はい、最低限これだけはこう必要だっていうところは、うん、ウィークポイントのところは改善修正のところは選手には、まあ、やってもらうようにしますけど、はいまあ、極力そのストロングポイントの、うんまあ、部分に目を向けて、はい、そこを少しでも伸ばしていけるようにっていうことをやってます、うん、だからストロングポイントとウィークポイント長所と短所、うん、どっちに目を向けるかって言ったら、うん、長所にも本当に、はい、目を向けるっていうことにします、うんまあその短所の部分にこう目を向けて実はそこを改善できたら良くなるって、はい、なんかこうできないこととか、うん、ダメなことにこうをダメじゃなくすれば良くなるような感じに、ま、囚われがちになったりとか、まあ、指導者の部分だったら、はい、なりがちなんですけど、うん、でもまあ長所をこう伸ばしていくことによって自然と短所がこう消えていくっていうところはすごいあると思うので、はいはい、で、まあ、本人にとって嫌なところをずっとこう良くしてあげようと思っても、うん、結局はその指摘される側の、うん、選手は
モチベーションが上がらず、うん、もう結局改善には何もならない、うん、まあ、長所も伸びない、うん、短所も改善できない、っていうことにこうなりがちだと思うので、うん、できるだけいいところを伸ばしてあげるっていうふうには、うん、はい、考えてますね。ありがとうございます。まあ、きっとこれ多分当然サッカーだけじゃなくて全ての人にね、あのすごく共通のことかなというふうに思いました。まあ、それはまあ指導者側としてっていうか、うん、まあ、監督の立場としてもそうですけど、うん、まあ、そこには自分にも我慢する覚悟はいると思いますし、うん、はい、見守るっていうやっぱそういう気持ちも、うん、はい、持っとかないといけないとは思いますよね。うん、そうですよね。その、まあ、信じるっていうのもそうだし、はい、うん、そうです。まあ、まあ、聖書を僕は使う立場じゃないですか。うん、まあ、その時に、まあ、聖書をこう試合に送り出す時に信じてあげるっていうことは考えてますし、うん、まあ、この選手はダメだったらもう仕方ないって、うん、本当にこう思って自分が全責任をこう負えるようにと後悔しないように、はしてますね。うん、まあ、そこは、うん、まあ、前節の試合でもルーキーの選手先発で使いましたけど、はい、はい、まあ、使うまではいろいろと悩みますけど、まあ、本当もう使うとき決めたらもう信じる、うん、まあ、この選手と信じするぐらいの気持ちで、はあ、まあ、やるようにはいつも、はあ、心を持ってますけど、うん、そうか、じゃあやっぱり信じるっていうことですね。、はい、なんかすごく個人的にも刺さるところのインタビューでした。ね、まだまだお話伺いたいですが、またこれから午後も練習ということで、はい、はい、3連覇も期待してますんで、はい、応援してますので、はい、まあ、次はいつどこで、ね、ご縁なので分かんないですが、またよろしくお願いします。はい、ということで、今日は、元サッカー日本代表で、現在 J リーグサンフレッチェ広島監督の森保一さんに、お話伺いました。森保さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、教えて早川さんのコーナーです。ほらね、はい、質問がたくさんちょっといただきすぎて、はい、今月2回目の教えて早川さんなんですよ。そういえば月1だったよね。そうなんです。でもこれそうすると次少ないと月1になるとまた心配するよね。余計なことはね。そうそう、まあ、ちょっと今月は特にたくさんいただいたので、はい、急遽教えて早川さん第2弾ですね。はい、さあ、それでは早速質問ご紹介させてください。はい、ポッドキャストネーム、これが面白いことに、はい、イビサさん、あ、先週の、そうなんですよ、シンクロしてます ね。さあ、こんな質問いただいてます。はい、習慣と環境で人生は変わるとよく耳にします。はい、早川さんがご自身の人生をより豊かなものにするために意識的に取り入れている習慣がありましたら教えてください。ちなみに僕は早起き、読書、ランニング、断捨離などを取り入れています。あ、真面目な男性の方ですね。男性の方ですね。ちなみにゆきちゃんは何かある？あ、まあ、それが人生をより豊かなものにしてるか分かりませんけど、うん、一人で旅をする時間は1年に1回ぐらいは設けるようにしてます。それが先週言ってた夏休みの時。そう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 、あ、それは一人で行くの？うん、だってそんな時に一緒に行ってくれる人いないじゃないですか。いや、そんなことないでしょ。11月よ、平日よ。ゆきちゃんの周りにはもういくらでも男女問わずさ。いやいや、でもね、いや、まあ、そうだといいんですけど、うん、ただ、まあ、こうあえて意図的に一人になってみる。何、ちょっと かっこいいじゃん。今日ちょっと主役を奪うつもり。だって質問されたのでね。というのはそれは何、いつぐらいから、どうなんでしょうね。でもね、私結構一人で過ごす時間が好きで、うんうんうん、例えばこう行ってみたいレストランに一人で行ったりとか、うんうん、そこでこうお酒飲んでおいしいもんいただいてとかいう時間を大事にしたい派なんですよ。うんうんうん、だからそれの拡大版が旅行。それこそなんか女装的に回したくないんだけどさ、やっぱりその中学生とか小学生の時のイメージだけど、やっぱり女子は結構一緒に固まってさ、お弁当もそうだし、トイレ行くのも一緒だし、結構大変そうだなと思ってたんだけど、はい、なんかそういう、まあ、女性として当然に生きてきて、うん、そういう部分もあると思うんだけど、ゆきちゃんはそのだからそれこそ何だろう、もうちっちゃい時からそういう部分あったの、やっぱり一人ってね。え、でもその習慣良くないね、お一人様だよね。いや、そんなことないじゃん、両方できるっていうのはいいんじゃないの。うん、だから私はそれでどんな風に豊かになってるか分かんないんですけど、こうなんか考える時間をあえてこう作るようにはしてます。うん、
なるほど。どうですか、早川先生は。今日はもうね、あのゆきちゃんが模範回答してしまったので今週はこれで。嘘でしょ、違う違う、ちゃんと早川さんにって、はい、お願いします、はい、これはあの逆質問してボケそうったんですけど、まさにですね、お株を奪われて本当に本当に俺も答えたいな。それ、まあ、旅じゃないんだけど、やっぱその自分と向き合う時間っていうか、そこが全てだと思っていて、で僕なんかはそれこそ昔は人と群れるじゃないけど、やっぱり一人って不安だし自信がないから、あんまりそういう時間設けてなかったんだけど、特に独立したらさ、やっぱりどれだけその客観的に見れるか、自分の立ち位置だったり、まあ、自分の実力だったり、人との関係だったり、今後やりたいことだったり、だからそういうことをやっぱりやるためには、まあ人によってはさ、その人と一緒にいたりとかでもできる人いるんだろうけど、俺もそんな器用じゃないから、その自分と向き合う時間、自分を振り返る時間っていうのが一番大事だと。で、まあ、具体的には、まあ、今までも断ることにいろんな場所で話をしてるんだけど、その辺もさ、自分と向き合う時間、振り返る時間っていうとさ、まあ、なんとなくわかるけど、やっぱり日々忙しいじゃん、で飲まれるから、だからそれは単純な話で、あの仕組み化すればいいだけだと思ってて、はい、仕組み化って言っても別に難しいわけじゃなくて、うん、俺的には、まあ、会社員の人でもそうでない人もそうかもしれないけど、これ以前番組でも言ったかな、分かんないんだけど、最初からその自分と向き合う時間、振り返る時間をスケジュールに入れんの。今日まさにあの手帳の話じゃないけど、だから俺は、まあ、別に隠す必要もないんだけど、基本的に毎週金曜日の4時間ぐらいはあの振り返る時間ってもう Google カレンダーに入ってるの、今日手帳の話だよね、オープニング、そうそうっていうの入ってるの。そうしないとやっぱ忙しいじゃん。いやでもそれすごい。あ、そう、はい。で、まあ、あとは一応今土日祝日を基本休みにしてるから、まあ、金曜じゃん、週の終わりだしさ。そっか。だからそこで俯瞰して、何、それは本質的なことかとかさ、うんうんうん、誰とどう過ごすかとかさ、そういうことをすごい向き合ったりさしてるわけよ。でじゃあもうちょっと言う と、はい、これも良いこと言うものでいつか言おうと思ってたんだけど、はい、今日はあのサービスで、はい、あのじゃあそれを具体的にどういう手法でやってるかって、いろんな方法あると思う。よくさ日記を書くとかさ、いろいろあるじゃん。全然それでもいいと思うんだけど、俺はあのマインドマップ、マインドマップってね、聞いたことある方もたくさんいると思うんだけど、分からなかったらあのネットで調べてもらえばと思うんだけど、その頭の中の考えてるものを、なんて言うんだろう、放射線図みたいなのかな、丸があってそれを線でつないで、そこからもう一回丸があってみたいなさ、まあ連想ゲームみたいな感じかな、そういうのがあのパソコンでソフトがあるから、そこにもう書いてるんだよ。例えば何でもいいんだけど、例えば早川洋平の人生って真ん中に書いて、そこに例えば仕事だったら仕事で今こういうことが動いてるとか、将来こういうことやりたいっていうのをその円に全部書いていって、で単純とそれをバッて広げてさ、その日金曜日で、例えば自分はこの目標とかに向かってこうしてるかとか、あと先週そういえばこういうのやりたいって言ってたから、これをいつどうやろうかとかっていうのをさ、広げて見れるわけよ。なるほど。でそうしないと文字通りさ、俺の場合は頭で全部描けるっていう人もいるけどさ、やっぱそれは難しいし、だから俺はそれもある意味仕組み化で、そういうデジタルの力を借りて、向き合ってる。でもうちょっと言うと、例えば、結構俺も飲まれやすいからさ、例えばゆきちゃんっていう人と知り合ってこういうビジネスをしようみたいに盛り上がるとするじゃん、はい、そうするとそれ自体はとても楽しいんだけど、本当に自分がやりたいことかとかさ、本質的かってまた別の話じゃん。そうですね。でもそれを自分で判断するのは難しいから、それはそれで覚えておいて、例えば今週の月曜日そういう話があったと、ゆきちゃんという人と知り合って、で金曜日そのマインドマップを広げた時にゆきちゃんとこういうビジネスをやろうって話が出たって見ると、あ、これは俺のここに置けるのかなとか、これに関係あんのかとか。だけどその時さ、花開かなくてもそれはそれで大事じゃん、はい、そうするとそのマインドマップの特にどこにも置かないとこに、デジタルだから無限にスペースがあるから置けるのよ。で視覚が見える化できるから健全なの、だから俺は誰々との縁を切れとかドライにやれっていうこともできないから、でもなんか大事にしたいなっていうのはとりあえず置いとくのよ。なるほど。そうするとよ、分かんないけど翌年のあるタイミングで見たら、あ、そういえば1年前ゆきちゃんっていう人と知り合ってこういうことが盛り上がってた、あ、これ今のタイミングだったらこういけるかもなとか。あーすごい。単純にその仕事的にも役立つし、あとは自分がこういう方向に向かってんのかとかっていうのも全部見えるから、まあ、2段階今日話したけど、だからそのやっぱり向き合う時間はもちろん大事だし、それを俺の場合は描きにくいから、あと忘れちゃうから見える化してる。でそのデジタルだったらいつでもどこでも見れるからさ、っていうことを
僕はやっています。いやちょっと今結構心に響きましたよ。あ本当ですか、はい、ぜひ試してもらえると。だからやっぱりなんだろう、自分もかつてそうだったし今も気をつけなきゃ、あのそれこそ良い子というものでさ、アプリをすぐ出しちゃったりさ、だからすごいそういうの好きなんだけど、やっぱりデジタルっていうのは、デジタルというかそういうものってさすごい便利なんだけど、うん、あくまで手段に過ぎないから、それが目的にならないようにしないとさ、例えばマインドマップすごい楽しいけど、それなんか色をどうこうさ、手帳じゃないんだけど、手帳は楽しみだからいいんだけど、だからそこにねこだわっちゃうっていうのはね、まあ、それはそれでそれが好きで趣味ならいいと思うんだけど、うんうん、なんか一生懸命何かやりたいのにそっちになっちゃうとさ、ね、もったいないから、うん、僕はそういう使い方で、マインドマップ使ってるし、その自分と向き合う時間っていうのを設けて、でもねこれだけやっててもまだまだ全然向き合い足りないと思う、日々反省。だから私なんてちょっとかっこいいこと言ってみたけど、1年に1回そういう時間が設けられるか否かぐらいなの、うん、でもやっぱり早川さんみたいに1週間に1度1日のこの時間帯はそういう風にっていう組み込んでるのはやっぱりそこが違うんだなって思った。もうちょっと厳密に言うと毎日もっと短い時間も作ってるよ、その向き合いで、1年に1回ももちろん作ってる、その自分合宿っていうので、うん、だからやっぱりそのくらいやんないと意志が弱いから、意志弱いっていうか、まあ、あの逆にこれやんないと怖い、怖いというか不安、気持ち悪い、だから毎週のもそうだし毎日のもそうだし、うんうん、だからなんかそれはね、あの多分今日の似合わせなんとなく伝わったと思うんだけど、なんか目標達成みたいなんでしんどい、そういうんじゃなくて、なんかどちらかというと心のなんか安定剤というかさ、そういう感じで使える。だからそうは言ってもできない時あるんだよ、忙しくて、でもできないからこそあえてそこにちゃんと組み込んでおくことが大事だし、あの続くと思う。でもね、例えばこの間ヨーロッパ行った時にやっぱり忙しくてさ本当にできない時あるから、うん、その時はねやっぱその一周ね、なんかブレるよね、あなんか日本帰ってきて慌ててすぐやってさ、へ、うん、それでまたバランス取ってるみたいな、うん、だすごく本当に個人的にはおすすめだし大事だと思います。さあイリサさんから素敵な質問いただいたので、早川さんのそんな素敵なお答え、はい、伺いました。ささやかながらあのプレゼントも送らせていただきます。はい、それでは皆様、この番組では今回のイリサさんのようにですね、早川さんへの質問募集しております。キクマがトップページ入っていただきまして、右上の方質問フォームというバナーがございます。そちらからどしどし早川さんへのご質問をお寄せください。それではエンディングのお時間です。今月もあっという間に、ね、そうですね、もう日々毎週金曜日自分と向き合ってたらあっという間4時間過ぎるんですけど、本当ですね、まあ、それと同じような感じで今回もあっという間ですけど、そうそう、それこそねやっぱり自分と向き合ってると自分がやっぱりやらなきゃいけないこととか、なんか大事なんだけどちょっと後回しにしてることとかさ、そういうのやっぱ気づくから本当に、まあやってほしいと思うんだけど、そうそう、それでまあなんか先週もやっぱり気づいたんだけど、今コツコツやってるものがあって、あの常々この番組でも話してるんだけど、戦争体験者のインタビューをずっと続けてて、やっぱりそのうちね体験者どんどん少なくなっちゃうから、やっぱ戦争についていろんな意見あっていいと思うんだけど、まず考えないとさ、無関心はやっぱり良くないことだと思うから、そういう感じで全国でいろんな人に話を聞いてるんですけど、あの戦争体験を話してくれる方、まあ、証言者の方を今募集しているので、あのこのおばあちゃんおじいちゃんはっていう方がいたら、あのキクタスの、トップページに戦争の記憶のバナーがあるので、そこ入っていただくと証言者募集の、記事があるので、そこからご連絡をいただければ嬉しいなというふうに思ってます。はい、ということで今週も盛りだくさんの内容でしたけれども、はい、そろそろお別れの時間で す、ね、はい、あの次回というか11月はゆきちゃんが遅い夏休みということで取れるかな、はい、取れてんのかなっていうとこですけど ね、はい、まあ、次回かその12月の収録時か分かりませんが、お土産話を楽しみにしています。はい、それでは皆様来月もお耳にかかりましょう。さよなら。